1月末で、完成でございまして、一応工事箇所上がったところ全部終わりました。でこう畳と建具を今備え付けて、仏具の方はまたお彼岸近くなってから備え付けると、いうことになっております。その仏具をつけたり、なんて言いますか、その仏様のそのあれをこうこっちに移すときには何かやっぱりただ持ってきて移すというだけでなくて、で、まあ、儀式的な、儀式的なものがあるんでしょうね。それは、今回は儀式的なことは、4月の14日に世話方総会がございまして、その時に簡略的に行うということです。今度は楽家法要としてはまた全部出来上がって、さらに出来上がってからその法要的にはやろうということです。今回は如来様をここにまた据え戻すという、割と簡略でやらせていただこうということでございます。わかりました。まだ他ができていませんのでね、送りの方がね。そういう感じ。上も、これは上も全部。これ、この間見ていただいたように、天井板。は全部入れ替えでございます。これ、こちらが 3K の間でございますが、ここも、こっちも、今度お参りする仏様の場所も、天井板入れ替えでございます。ここですね。これがまた、甲子園の御殿所ですからね。成功にできて。そしてあと床板、床板全部入れ替えましたよね。だいぶ。そうですね。なるほど、立派な感じ。ちょっと悪い部材みんな入れ替えてございますので、壁も全部塗り直しです。土壁、従来の土壁を落として、そして今土壁というわけにいませんので、今風の壁ですね。この普通の塔も全部、外側も全部入れ替えました。こっちはね、外回りはね、こうやって塔もですけど、今度外縁もこの間ご覧になったように、これ全部材料、外絵が全部材料入れ替えです。欅で。いやー、いい材料ですね。で、みんな不思議隠しをしてもらいましてね、この間、ご覧になって。で、今、これはね、まだ欄干とか、これをつけてません。これはどうしてかというと、一旦これ、新しい材料でございますので、しばらく経つとまた収縮します。そしてそれを補正してから、欄干取り付けということになるかと思う。だから夏頃じゃないかなと思いますけどね。なかなか狂うと言いますかね。どうしたって狂うからね、もう一回締め直すんで、そうなんですよ。いや、それにしても、なかなかいい板ですね。そうですね。これこういう材料もお持ちの宮大工さんですからね。全部この周りは全部新しい材料のことになります。あとここは入れ替わる。やっぱり戸板はね、だいぶ傷んでましたのでね。もう外が、中から外が、外の景色が見えるほど隙間が空いてましたので、ここに外にまたこの廊下みたいなのが回ってるんですよね。いや、そうだ、ね、これが外縁が、そしてそこにこうなんかこれは
こう枠みたいなのなかったですかね。うん、つくんです。そう、さっき欄干がつくんです。あ、ここにね。はい、全部あの欄干つきます。はい、それはこの板が安定してからじゃないと。その話です。はい。できないということで。今取り付けちゃうとまた狂った板の中で動いてしまうということです。もうこういうあれもあるんですね。そうですね、これも遊びですね。まあそれは大工の遊びですからね。なんかあのセンス大きいでしょ。大きいか、うん、ね、大きいね、まあ、これは大工のセンスですからね。うん、まあこういうことですけど、そう、みんなそう、欅ですかね。これ全部欅茶ですね。はい。欅の三寸の厚みの板ですね。これも欅なんでしょうか。これは違います。これは杉です。杉ですよね。はい。本当にあれ、年月を感じますわね。うん、200。これはまあ、あれですから、変えてないでしょうから、220年の、あれですね。だからみんな風化して、こう、木目、木がね、柔らかいとかみんなゴチゴチしてます。またこういうものが残るっていうことはそれなりにまたいいんですよね。そうです。だから全部そっくり入れ替えじゃなくて、はい、はい、これは十分にまだ使い物があるんですね。これはまた使わないんだ。木を知ってる方はね、これもみんなこれはめ込みなんですよ。これ化粧なんです。化粧の板なんですよ。でこれがね、全部あの一本物で作るの、一本物なんですよね。だからこれはあの普通のこの長さだとなかなか揃わないって言ってました。だからこれやっぱりあの宮大工さんが自分で持ってる材木だからこうやってできるんでね、うん、普通ならついであるはずなんです。そうですね、ないですよね。あ、これ全然一本分なんです、うん、だからこれ、うん、あのやっぱり知ってる方はよくこんな材木あったねと言われて、マサメのこの綺麗に揃った一本分ってあんまないんだそうですね、うん、今現在は。これもすごい、これだけ1枚もん取るって、欅は。ああ、そうですね、これよっぽどの、ここからこれぐらいあったでしょうね。そうですね、そうよっぽどの木であったと思います。土はダメだって言うんだからね。うん。ね、あの、そういう、まあ、材料がまだあったんだね、いうことですね。ありがとうございました。あとは裏、こちらがお手足、向こうの控え間は どうでしたかね。向こうっていうの、向こうに向こうに、あ、裏側に、ね、裏側ですかね。裏側に神戸屋っていうのは、これはあの、まあ、どっちかというとお手足さんの方からしたら、お手伝いの大王様があそこで控えて、こういろんな儀式においての、うん、じゃあ ここここはどっちかというと説教者様とかそういう方がここに控えて、儀式の時、はい、あのお経が終わって、はい、その後法座がある時、ここから出てきて、そういうような場所ですね、お部屋です。それが節々になって、うん、だからなんか何級何級があって、うん、やっぱりあの節のないものは高いんだとかって言われちゃうんですよ。まあ、大体これが後ろの合同って言うんですけど、後ろにこう、まあ、いろんな道具を。そうすると、これは、あの、ろうそく立てを用意したり、こう、そういう場所ですね。ここも全部、ここは下屋作りになってますので、まあそんなに立派な作りになってません、はい、こっちはね、本堂と比べれば、はい、ちょっとここ先ほど言いましたお寺さんの公務やってんで、そのお手伝いするお寺さんが詰所みたいなもんですね。
今もあの物置として改造したんですけど、まあ、ここも大事な、そうですね、道具が、ね、道具が綺麗ですね。昔、元はね、ここ、うちもあの、伴奏、薬草さんがここで生活されてた、だからこ、どっちかというと、その、そういう、ここのここが、元はそういう、薬草さんがここで生活されてた。薬草っていうのは、要するに、坊さんの、あ、要するにこう、補助員みたいな、ついてくるよ、はい、メガネに石黒だったらメガネかけた若い人が来たりして、はい、そうそうそう、多分ね、豊田さんっていう方がね、最後の薬草さんなんで、あのその方は石黒の方は知ってるらっしゃるんじゃないかな、うちのおじい様と一緒に来たり、うちの先代と一緒についてきた、でっぷりした体格のいい人、うん、そうですけど、お寺でご生活されてた、ね、当初ね、独身の時は、それで家族な、あとはここもほらほとんどあのずっとそうだ、工事のほこりとかいろいろ柱の間にしたとこにまだあるんで、そうです、春までに一回業者に来てもらって、そういうほこり落としをしてもらって、これできれば私はここまでできているのかな、どうかなと思って。ない、でもまあ手入れしないんでね全然手入れしない、いやパイプはでしょ皮がほら緩んだり、締め直し引きダメなんですけど、私が来てから一回見たかもしれないですそんな牛じゃないです、うん、バチだからね、違いますよね、はい、今度どうかな、香港の時は、香港じゃ歌鑑賞なんで、香港はこっちの普通はこの鑑賞なんですよね、これは鑑賞じゃなくて鑑賞、鑑賞、これはそういう職人のあれは驚きますよね、うん、やばいかなんか特に基本的には木造建築はあの直す、だいぶ傷んでも直せます、直せるってことですよね、うん、このここに組んであるとこが壊れない限りは大丈夫です、うんうん、あのああいう補助が入れてあるところがバキンと折れたら、はいはい、それはちょっとまずいですけど、はい、ありがとうございました。